ここが大沢たかしさんの実家の大沢材木の現場です。材木がこうやってですね、置かれていまして、もうおじいさん、ひいおじいさんの代からここで材木屋さんを始めたということです。でぐるっと見ると水田もあるんですが、あちらにですね、拉致解決は日朝交渉で、大沢たかしさんと再会を果たす会、こう一番この道路からよく見えるところにこういうものが貼ってあります。周りはあとは材木屋さんですから、こういった材木のさまざまなものがあるということです。広い材木屋さんで、この辺ではここしか材木屋さんがないのかなと思って、